はい、どうもございます。阪神先発全員アナウン18アナで13得点で勝利しました。はい、阪神打線がね、大爆発しました。いやー、これを昨日見たかったな、昨日。昨日見たかったよ、これを。差が激しすぎでしょ。初回からね、6点取るっていうね、もう猛攻で。いや、本当にね、もうここまでの3連敗のね、ムードを一変させましたね。はい。いやー、本当に今日見たかったわ。今日見に行けなかった。試合はね、まず、丸選手が、内野の頭を超えるバウンドでね、先制のタイムリーヒットを、放つと、佐藤輝明選手が2点タイムリー、そして、木内選手が、走者一掃の、タイムリーを放って、初回に金6点取りましたまあ、1番から、まあ、8番、まあ、下位打線までね、抜け目なくヒット、ヒット、ヒットで、いや、本当にもう、これぞ猛攻ってやつでしたね。DeNA 先発の上田投手を、完全にね、攻略しました。さらに2回にも、佐藤輝明選手が、またね、選手衝撃の、全タイムリーを放って、8対0、その後、阪選手、梅野選手、糸原選手、で、また、木内選手にもね、タイムリーヒットを得て、阪神が、13点をね、取りました。いやー、えぐいね、えぐすぎる。佐藤輝明選手のね、2回の裏か、満塁の時にね、あと少しでね、ホームランでしたね。佐藤選手もね、結構悔しい表情を見せてました。いやー、まあ、昨日のね、エラー、こいつを取り戻すね、活躍を今日見せてくれたんで、いや、本当にね、良かったです。今日はね、3安打打ったのが、大山選手、サンズ選手、佐藤輝明選手、ということで、佐藤輝明選手に関しては4打点。木内選手もね、4打点なんですけど、まあでも今日はね、佐藤輝明選手が、4打数3安打4打点ってことで、打線の中ではね、一番活躍しましたね。まあなかなかこう、固め打ちするのはね、珍しいと思うんで、いやー、今日見に行ったファンが羨ましいわ、本当に。佐藤輝明選手の1試合3安打。なんてね、なかなか見れないよ。そして、3面に抜擢されてね、木内選手もしっかりね、4打点ってことで結果を見せてくれて、最近ね、中野選手に3面が譲ること多くて、まあ、本人もね、気合が入ってたんじゃないですかね、やっぱ。まあ、こういうね、やっぱり高いレベルでのね、競争意識っていうのが、まあ、チームをね、こうやって勝ちにつながるんで、レギュラーでね、固定し続けるのはいいことだと思うんですけど、まあ、こういう風にね、やっぱり競争っていうのは、チームをね、高め上げていくためにね、必要なのかなと思いましたね。どこまで行ってもね、やっぱり競争なんだなと。実力の世界ですね、本当に。そして投げては、佐藤正志投手が9回7安打5奪三振、1フォアボール1失点で完投勝利ということで、はい、2勝目をね、挙げました。12球団のね、ルーキーの選手の中では一番早く、完投勝利ということで、はい、本当にね、もうルーキーだからね、先発ローテーションにしっかり入ってて、いい活躍してます、本当に。まあ、サウスポーがね、ちょっと高橋遥人投手が怪我で出遅れてしまったりとか、なかなか先発のね、左っていうのが阪神に少ないんでね、貴重なサウスポーです、本当に。そしてね、今日、北条選手の代わりに、登録された小野寺暖選手が、プロ初出場ということで、はい、まあ、守備機会もね、あって、まあ、いい経験になったんじゃないですかね、ピッチ軍で。まあ、育成で入ってきてね、オープン戦とか、キャンプの紅白戦とかでもね、打つ方でも活躍見せてたんで、プロ初なのね、早く見たいな。できれば、観戦してる時にね、見たいですね。生で。明日はね、ガンケル投手が先発ということで、はい、もう勝ち決まってるでしょ、俺は。今シーズンね、ほんとにもう4勝0敗か。はい、リーグ最多、リーグトップタイかな。素晴らしい活躍をね、ここまで見せてくれてるんで、まあ間違いなく勝てるでしょ、明日は。っていうぐらいはね、ピッチャーにやってきましたね、ガンケル投手も。名前だけ見てね、あ、勝てるなっていう。明日もね、DeNA 打線を完璧にね、抑えてほしいです。阪神ね、よく言われるのがこの、大量得点を取った次の日は、打線がね、全く打てないというジンクスがあったりするんですけど、今年の阪神はね、一味違うと思うんで、ここまでの勢い見ててもね、昨日みたいなね、試合がならないように、しっかりね、打ってほしいです。はい、それでは今回はこの辺の動画を終了したいと思います。この動画を見てくれた方は、ぜひ、高評価と、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではご視聴いただき、ありがとうございました。